あ、待って待って。めっちゃ整形して綺麗になってても歯が汚い女、整形前もろブスなの。バレバレ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パンもちゃんとやってくださいね。そうですね。はい。ちょっと2人ですけども、よろしくお願いします。はい。ということで今日なんですけど、はい。ちょっと僕が一人でオープニングということは、はい、はい、メンバーにドッキリです。そういうことですね。今日はですね、はい、今もう夕方のもう4時なんですけど、はい、実はですね、昨日の夜飲みで朝まで会食で、はい、えらいことになってるっていうのの伏線を昨日やってます、はい、メンバーに。そうですね。で、今日はエル君と、はい、ゆうた君と、はい、でまあイーさんとなんですけど、昨日からずっと連絡が取れんくて、次の日多分2日酔いから、俺が連絡したら集合なっていう伏線だけ貼ってます。はい、で、XL 君と僕は仕掛け人と。もうずっと俺もライン無視しますから、はい、XL 君も連絡取れんくて、エン君のLINEずっとやってますと。やってます。E さんのこと、はい。はい。で、俺の奥さんも連絡電話出ようにしといてって言ってると。なるほど。E さんは一応連絡先知ってますから。はい。で、ここでですね、実はですね、今回僕やるのは、はい。今回も水溜り、大好きな水溜りボンド。水溜りボンドさん。大好きなカンタのもね、はい、ネタのね、丸パクリで、ラファエル、逮捕ドッキリ、これやっていただきます。おー、なるほど。はい、こんな一人でオープニングでは寒いんですね。そうですね。この、とりあえずこれちょっと見てもらいましょうか。はい、一旦。これですね。速報です。人気 YouTuber が酒に酔って、あ、すごい。ちょっとこれ、クオリティが。これ、すごない。昨夜未明、東京都港区の路上で、酒に酔い、大声で話しながら歩いて、時間ももう今ぐらいの時間ですよ、はい、もうちょうど。これに対して容疑者は、顔を覚えた、ネットで晒してやるなどと脅し、言ったことあるんですか？言ったことあるんですか？まあね、顔晒せるの一番あれですか？通報し、駆けつけた警察官により、脅迫、暴行の疑いで現行犯逮捕。めっちゃリアル。いやですね。逮捕されたのは、人気YouTuberモザイクせよ、これモザイクモザイクせよ、これ、はい、動画投稿サイトでの活動を開始し、過激なドッキリ。めっちゃリアル。あー、ぽいっすね。ラファエル容疑者はこれはちょっと、うわ、ぽいな、これ。殴ったかもしれない。ぽいな。いや、これびっくりするっすよ。過去にも同様の脅迫、暴行の疑いがあり、警察は余罪についても詳しく捜査を進めています。はい、ということで以上なんですけど、はい、このクオリティはすごいと。このドッキリをですね、はい、16時前ぐらいか、はい、来るんですね。そうです。集まったところに、この動画を流すと、はい、でこれはあの YouTube 上で、テザリングして流してるだけなんですけど、テレビからこのニュースがこの時間で流れたら、そうですね、時間も4分から5分ちゃんと変わんねん。めっちゃリアルじゃん。リアルですね。で、いやし、俺、年に1回ぐらいやっぱ人殴って補導されてるし。まあ実際そうっすね。うん、この間もだって留置場おったし。そうっす。うん、あの時はほんま喧嘩してるし。はい。関係ないね。ということで、これやっていきますよ、今日は。ましょう、はい。いいですか？ということで、今日も隠しカメラこれですから、はい。絶対バレませんから、このカメラやったら。これはもう優秀です。このカメラ絶対バレませんから。バレないですか？で、いや、メックセルフの演技が大事よ。鍵開け当番やから、はい、開けてんねん、おんねん、はい。で、みんなバーっとうっすーっとくるやん。はい。で、どうするってところやな。そうですね。いや、連絡取れないんですよ、つって。はい。で、ちょっとすいません、これ、さっき、ちょっと流れてきたんです。これ見てもらっていいですかって言ってすぐ流す。ああ、そうです、ね。多分その後にもう言うて、ネットとか見たら、はい、記事ないから、確かに、うんってなるし。でも、嘘かどうかわからない。記事が ないだけで。まあそうですね、それはわかんないです。で、会社この後どうすんのっていう。まあ、ほんまに人ボコボコして捕まってもいいんですよね。まあ、秀司さんがそのやらせやめろって言うんやったら、はい、リアルってそういうことですよ。まあリアルはそうですね。そうですよ。じゃあ僕も隠れますから、これちょっと消してもらって、カメラここってもそうやけど、もう一個欲しいな。もう一個ぐらい顔見たいっすもんね。この辺に一個欲しいな。リアクションのちっちゃいやつ置くか。わかりました。 OK、 じゃあ今日それでいきますんで。はい、いきます。よろしくお願いします。そうです。そうです。カモさん、連絡取れないですね。あ、取れへんのよ。はい。来てないっすよね。いや、来てないし、奥さんでも連絡取れへんの。寝てんじゃん。この間なんか、めっちゃ朝、うん、全然来ないんですよって言って、妻が寝てた日だった。ああ、ありました。そうそうそう。その時は、朝7時ぐらい連絡来たけど、はい、電話。だいぶ時間的にあれじゃん、まあね。寝るってちょっと考えにくい。さすがにそうか、そうっす。もう夕方近いっすもんね。で、連絡取れへんから、今日予定的には多分あれやんな、普通に、はい、そうやな。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。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 座ってください。ありがとうございます。マコさんまだ来てないですか？じゃあ連絡取れへんねん。え、お子さんちょっと大丈夫？あ、どうぞ。なんか連絡取れへんくて、はい、で、奥さんも連絡取れへんくて、うん、で、運転手も取れへんくて、うん、
って。そうですよね。全員連絡取れないんですか。今のとこ。旅行とかですかね、みんなで。まだ記録ないね。でかいっすね。見るのありましたよ。見るのやったんだよ。やばいっすね。ちょっと待って。ちょっと見てください。見たところ、通報人が注意を受けました。これに対して4個の顔を添えた。ネットで晒してやる、などと脅し。めっちゃ野蛮ですね。それを見た別の通行人が110番通報し、駆けつけた警察官により、脅迫、暴行の疑いで現行犯。逮捕されたのは、ガチじゃないですか。やばいです。だから連絡取れないってことですか。ちょっと待って、やばない。普通にガチですか。マジでやばないですか。そんなことない。どこにも乗ってないです。普通に携帯見た。ちょっと普通に乗ってない。本当ですね。何言っても出てこないです。普通におかしいやったらテレビ見てください。うん、そうですけど、流れてたじゃないですか。ですか。私も流れてたもんね。出てきたのテレビ。いや、だからちょっと、話し合わなきゃいけないじゃん。じゃあ他の情報見た方がいいよ、テレビつけて。あ、そうそう。ドッキリはちょっときつない？ちょっときつい。今の無理あるわ。結構ちゃんと作ったけどな。まあ、映像も良かった、映像はいいっすけど、まあ、映像良かったな。めっちゃリアルじゃない、あれ。めっちゃリアルです。そうそうそう。あれ、イーサンが仕掛けにやったもん、ちょっと。確かにね。まあな。ドッキリすぎやろ、それもまた。XXL と迷ってん、最初。ドッキリするのに。XXL で撮り直すわ。